日本鉄道建設公団、日本鉄道建設公団、日本鉄道圏、設公団、英称、ジャパン・レール・ウェイ・コンスト・パブリック・コーポレーション、A 略称、JRCC は、かつて、日本国有鉄道、国鉄などの鉄道建設事業を行っていた、特殊法人である。日本鉄道建設公団法に基づき1964年、 昭和39年3月23日に発足し、2003年平成15年9月30日に解散した。公式な略称は鉄道公団だが、鉄拳公団とも通称される。国鉄に代わって新線建設を行い、完成した鉄道施設を国鉄に貸し付け、または譲渡することを目的に1964年。 昭和39年3月23日に国と国鉄の出資で発足した。建設事業は運輸省の鉄道建設審議会の諮問に基づいて運輸大臣が指示する基本計画に従って行うこととされ、工事線62線、調査線3線の計65線が示された。1970年昭和45年には新幹線1972年 昭和47年には、東京都、大阪市、名古屋市とその周辺の民営鉄道、民鉄線建設事業も追加された。工事線は、地方開発線、A 線、地方幹線、B 線、主要幹線、C 線、大都市交通線、D 線、海峡連絡線、青函、トンネル、E 線、新幹線、G 線、民鉄線、P 線及び、 都市鉄道線の八つに区分され、完成した路線は、公団が、国鉄や民鉄の鉄道事業者に貸し付けた。ただし、建設路線の大半を占めた、地方開発線及び地方幹線、AB 線は、計画段階から黒字が見込めないローカル線で、完成後は国鉄に、無償貸し付け、または譲渡されたが、国鉄の経営を圧迫する元となった。なお、 公団発足後も山陽新幹線や東北新幹線森岡井南、中央本線ジオレートンネル、最強線、貨物線、未成線では南方貨物線、線路の付け替え、千歳線等など国鉄自らが建設した線区も存在する。1979年、昭和54年、不正経理問題が発覚し、川島広森総裁が隕石辞任公認には、 二杉岩尾西部鉄道副社長、鉄拳公団総裁退任後、第九大国鉄総裁が就任した。1980年、昭和55年、国鉄再建法施行に伴って、運輸省は、同法の特定地方交通線基準に順じ、開業後見込まれる、輸送密度が1日あたり4000人未満の路線については、受け皿となる第三セクターなど、 国鉄以外の運営主体がない限り建設を凍結することを決めた。このため鹿島線の内鹿島新線として計画された区間、現在の鹿島臨海鉄道を洗い鹿島線及び内山線現在の JR 四国予算線、向原内湖間及び新谷洋スカニー以外の工事中、AB 線38線区はすべて工事が凍結された。他に凍結された AA 線である。 岩内線、岩内黒松内、紅葉山線、シムカップ金山。紅葉山シムカップは、関昌線として開業、仮勝線、日高町シムカップ。シムカップ上落合は、関昌線、上落合新徳は、根室本線として開業、足別線、北戸勝線,北線、根北線、越川根室市別。シャリ越川はすでに廃止、小本線、岩泉小本、下路線、 岡田線、瀬戸田氷見美線、見白衣、小芝線、くずりゅ北納、小鶴線、南勝さる線、朝線、菅野浦那張、北松線、小国線、宮原線三章、B 線中津川線、C 線丸森線や、1984年凍結の CD 線である岡田線、瀬戸線、当時凍結済みの整備新幹線、成田新幹線については、 当該項目を参照。これらの中にも開業、または活用された線区がある。1988年、昭和63年には、前年の国鉄分割民営化により、東北新幹線、森岡井北と九州新幹線の建設主体及び、関係職員が、一時 JR 東日本、JR 九州を経て、公団に引き継がれた。1998年、 平成10年に次元理一方の期限切れによって解散した日本国有鉄道生産事業団の業務を継承し、公団内に国鉄生産事業本部特例勘定を設置。なお、従来からの建設公団業務は一般勘定となった。償還スキームが破綻した生産事業団の国鉄長期債務は公団には引き継がれずに国の一般会計に組み込まれ、60年間の 国民負担で処理されている。2001年、平成13年3月現在の職員数は約1800人であった。国の特殊法人改革の一環で2003年、平成15年9月30日付で解散し、新設の独立行政法人鉄道建設、運輸施設整備支援機構に統合された。 東海道新幹線の建設が進められていた1960年代初頭、国鉄は主要幹線や首都圏の輸送増強策に伴う過大な経営、組織上の負担がネックとなって地方の新線整備が進まない事態となった。また、国鉄内部の諮問委員会は国の政策による国鉄自身の負担が今後の経営に深刻な影響を与える要因の一つになると、 警告していた。これに対して政府は、地方の新線建設を積極的に推進するため、鉄道公団を新設することで国鉄から新線建設事業を切り離した。公団発足にあたっては、当時自由民主党の有力議員で、鉄道による国土開発を積極的に主張していた田中角栄が大きく関与したとされる。特に AB 線は政治的意向を反映した、いわゆる 画ン引き金の温床となり、国鉄の累積債務増大の主な原因となった。1966年、昭和41年に赤字転落後、悪化し始める、経営の立て直しに迫られた国鉄は1968年、昭和43年、慢性的な赤字に陥っている全国83路線、いわゆる赤字83線を廃止する方針を埋めたものの、 一方で高段が建設する新しい赤字ローカル線を次々と引き受けさせられる事態となった。1970年昭和45年に完成した A 線の知らぬ線上茶六く二また後北新館のように開業しても膨大な赤字が避けられないとして国鉄側が路線の引き受けを拒否したにもかかわらず政府が強制的に国鉄に移管させた例や ユスバル線のように国鉄が引き受け拒否を貫いて未開業の間を割ったケースもあった。こうした鉄道公団による国鉄の AB 線整備は国鉄再建法がスタートした1980年昭和55年に運輸省が建設凍結を決めたことで事実上終了した。結局国鉄が公団から引き受けて開業した AB 線25線区のうち JR に継承され現存する線区は半数以下の12線区にとどまっている。5線区が国鉄分割民営化までに廃止され、7線区が第3セクターに転換されたが、その後転換3線区と JR 継承1線区が廃止に追い込まれている。一方、工事途中で凍結された未成線区のうち14線区は国鉄に変わる。 受け皿の第3セクターが設立されて工事が再開され、2002年、平成14年までにすべて建設が終了した。特定地方交通線鉄道、建設公団建設線の開業の項目を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。